皆さんお元気ですか。市民リポーターの鈴木智美です。お正月はどこかへ行きましたか。この時期人がたくさん集まる場所に出かけると風邪などがうつらないか気になることもありますよね。ということで今回はインフルエンザの予防についてリポートします。それじゃあチャンネル四日市スタート。皆さん今年の冬は元気に過ごしていますか。冬は空気が乾燥して風邪をひきやすい季節です。そしてインフルエンザの感染にも気をつけたいですね。小学校や中学校では学級閉鎖になるところもあるくらい毎年流行しています。ところでインフルエンザと普通の風邪とはどう違うのでしょうか。一般的に風邪は様々なウイルスによって起こります。その症状はくしゃみや咳、喉の痛み、そして鼻水などが中心。それほど重くならずに1週間程度で治ります。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することで起こる病気です。38度以上の発熱、筋肉や関節の痛みなどの全身症状、頭痛、だるさなどが突然現れます。また高齢者や乳幼児のような免疫力が低下している人の場合、重症化することもあります。喉の痛みや鼻水、咳など風邪と同じ症状もありますが、風邪とは全く違うものなんですね。冬はインフルエンザが流行することが多いですよね。はい、季節性のインフルエンザは毎年12月頃から流行が始まり、1月から2月にピークを迎えます。じゃあ今がピークってことですよね。インフルエンザが毎年流行るのはどうしてなんですか。はい、インフルエンザウイルスは毎年少しずつ性質が変化しています。そのため免疫が効きにくくなって毎年流行してしまいます。なるほど。じゃあインフルエンザにならないためにはどうすればいいんですか。はい、インフルエンザにかからないためにはバランスの良い食事、十分な休息、適度な運動などで普段から免疫力を高めておくことが重要ですが、はい、手洗いなどの予防行動も有効です。私たちができるインフルエンザ予防その1、やっぱり手洗いですよね。ということで手洗い実験を岡部さんにしていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ブラックライトに反応する薬品を用意しました。これを手についた汚れや雑菌に見立てて手を洗ってみましょう。まずは石鹸で軽く洗ってもらいます。変わってないですね。やっぱり正しい手洗いじゃないと予防としては不十分なんですね。では今度は正しい手洗いをお願いします。はい、わかりました。しっかり泡立てて手の隅々まで洗いますよ。まずは手のひら、そして手の甲、指を洗います。指の間、爪の間も忘れずに洗ってください。手首までしっかりと洗いましょう。指の間や親指の周り、
爪の間は特に洗い残しが多い場所なので気をつけてくださいね。流水で十分に洗い流しましょう。さあ、正しく手を洗った結果はどうでしょうか。見た目には全然わからないですからね。それじゃあ岡部さんお願いします。はい。わあ、綺麗になりましたね。やっぱり正しい方法で手を洗うと効果があるんですね。岡部さん、正しく手を洗うのは予防に効果があるんですね。そうですね。外出から戻ってきた時や食事の前などは必ず正しく手を洗いましょう。正しく丁寧に手を洗うことがインフルエンザの予防につながります。手を洗うときは指輪や腕時計などアクセサリーを外してから洗いましょう。汚れが落としやすいように爪は短くしておいてくださいね。また手を拭くものはペーパータオルなどの清潔なものを用意し、タオルの共用は避けましょう。私たちができるインフルエンザ予防その2、マスクをすることです。岡部さん、マスクをすることでどのような効果があるんですか。風邪もそうなんですが、インフルエンザの多くは飛沫感染、つまり咳やくしゃみによって飛び散ったウイルスを他の人が吸い込むことによって起こります。はい。マスクをすることでウイルスの飛散を防ぐことができます。これは咳やくしゃみをしたときにどれくらいしぶきが飛ぶかを高感度カメラで捉えた映像です。わあ、かなり飛んでいますね。くしゃみなどで飛ぶしぶきはおよそ2メートル。間近でくしゃみや咳をされてしまうと大変ですね。でもマスクをしているとしぶきは飛んでいません。これなら予防対策にも期待ができますね。マスクの効果はすごいですね。はい。でもいろいろな種類がありますが、どんなマスクを使えばいいんですか。はい。マスクにはガーゼマスクや不織布マスク、医療用マスクなど様々な種類がありますが、おすすめするのは不織布マスクです。はい。熱などで繊維を絡ませて布状にしているもので、外からの異物侵入の防御効果が高いのが特徴です。はい。また鼻の部分にワイヤーが入っているものはより顔に密着させることができます。なるほど。不織布マスクはインフルエンザ予防の効果が高いということですよね。はい。でもマスクも正しくつけていないと効果がありません。マスクにも正しいつけ方があるんですね。はい。単純にマスクで鼻や口を覆っているだけでは、顔とマスクの隙間からウイルスが入り込んでしまう可能性があります。マスクのゴムを耳にかけた後、プリーツを伸ばして鼻から顎までしっかりと覆いましょう。ワイヤーの入っているマスクの上の部分は押さえて鼻の形に合わせてください。マスクのつけ方はこれでバッチリですね。はい。マスクがない場合は咳エチケットに気をつけてくださいね。咳エチケットって何ですか。咳やくしゃみをするときにハンカチやティッシュなどで鼻と口を押さえたり、周囲の人から顔を背けたりするのが咳エチケットです。でも咳やくしゃみなどの症状があるときにはマスクを着用する習慣をつけましょう。マスクをすることは他人にうつさないためと自分がうつらないため、両方の意味で必要です。
それから鈴木さん、はい、マスクを外すときはどうしていますか？外すときですか？こんな感じですかね。ああ、惜しいですね。マスクの表面にはウイルスがついている可能性がありますので、触らないようにしてください。ああ、マスクの外し方にも注意が必要なんですね。はい。外した後はビニール袋に入れて口を閉じるか、蓋付きのゴミ箱に入れるなどしてすぐに捨ててください。捨てた後は手洗いをしてください。マスクの外し方にも正しい外し方があるんですね。勉強になりました。他にも予防接種を打つことで重症化や死亡を防ぐことができると言われています。予防接種の効果は2週間後ぐらいから現れ、5ヶ月程度と言われていますので、毎年流行が始まる12月頃までの接種をお勧めしています。しっかり予防していてもインフルエンザにかかってしまう場合があります。その場合は早めにかかりつけの病院で受診しましょう。処方された薬を指示通りに最後まで服用しましょう。水分補給と十分な睡眠をとってください。発症してから3日から7日間はウイルスを排出すると言われているので、外出を控えてください。学校では法律で出席停止が定められていますが、お仕事をしている人は出勤停止が定められているわけではありません、はい、でも会社での感染を広げないためにも、なるべく外出や出勤は控えてください。はい。家族が感染した時にはどうしたらいいですか？はい。なるべく患者さんとは別の部屋で過ごしましょう。部屋の湿度は 50% から60% を保つようにして、空気はこまめに入れ替えましょう。また患者さんと接するときはマスクをつけてください、はい、患者さんと接した後はこまめに手洗いをするようにしましょう。インフルエンザを疑うような症状が出たら、ただの風邪だと思って無理をしないで、早めに病院を受診してください。はい、わかりました。いかがでしたか？今は1月中旬、まだまだ寒い日が続きます。インフルエンザもまだまだ流行が考えられます。感染しないように規則正しい生活を心がけて、この冬を元気に過ごしましょうね。今回のきらり四日市人は天文ボランティアの皆さんです。天文ボランティアは博物館の天文事業をサポートしています。観望会では夜空に輝く星の解説をしたり、安全に星の観察ができるようサポートしたりしています。発足は移動天文車キララ号の導入に合わせた平成8年。現在は20代から80代までのおよそ40人が活動しています。学んだことを市民に分かりやすく伝えたいと、普段から定例会を開いて勉強している天文ボランティアの皆さん、天文教室ガリレオ教室では、季節に合わせたテーマを取り上げ、ボランティアの皆さんがお手製の資料を使って分かりやすく解説してくれます。ボランティアの皆さんは子どもたちに星についてもっと興味を持ってもらえるよう、この活動をずっと続けていきたい。そして皆さんに本当の星の美しさや宇宙の広さを知ってもらいたいと話していました。次回1月21日からのチャンネル四日市は、消費者トラブルについて分かりやすくご紹介します。次回もお楽しみに。チャンネル四日市は YouTube を利用して動画配信しています。
市のホームページからもアクセスできて、過去に放送した番組を見ることができますよ。スマートフォンなどを使ってご覧の QR コードを読み取れば、簡単に動画配信サイトへアクセスできます。ぜひご利用ください。